ノア型フラッシュメモリノア型フラッシュメモリの透過回路と構造すべての記憶セルがビットセント GND に接続されているノア型フラッシュメモリはフラッシュメモリの一種である。難度型フラッシュメモリとは異なりデータの読み出しにおいてラムと同様にアドレス指定によるアクセスができコードをラムにコピーすることなく直接実行することが可能。 データの書き込みについては、一度ブロック単位で消去した、あと書き込むという手順を踏む。この手順については、インテル系コマンドや AMD 系コマンドなどがあるが、チップの特性情報を読み出すコマンドは、共通フラッシュメモリーインターフェースとして、標準化されている。用途として、マイコンをはじめ、高い信頼性が求められるルーター、プリンター、デジタルカメラ、GPS、車載機器、 携帯電話や PDA など、どれもハードディスクが使用できない環境で、ファームウェアの格納等に使われる。従来はデータの信頼性にも優れ、難度型フラッシュメモリで必要なエラー訂正が不要で、あるとされていたが、半導体プロセスの微細化によって、ソフトエラー等が無視できないレベルに達したため、現在では、ノアフラッシュでも ECC の利用が必要である。読み出し速度、 ランダムアクセスが高速な一方、難度型に比べ、集積度が劣る、書き込みが遅いなどの欠点が挙げられる。難度型に比べ、高い信頼性を特徴とするノア型は、従来のロムの代わりにファームウェアを格納するメモリとして、基盤に直接実装される形で利用されていることが多い。また、近年、マルチビット化により、大容量化が進み、 1>, 1チップで1 g b の製品も発表され、難度型に対抗できる製品も出てくるようになった。これらの製品では、書き込み時の高速化及び消費電力が改善、集積度の向上などが図られている。 h t t p w w w h i t a c h c o j p r d p o r t a l c o n t e n t s ス t o r ュ s o f t e r i n d e x h t m l h t t p w m i c r o n c o m p r o d u c t s d a t a 18ビットに CC63 から 9A5 ビットから4キャブ部カ c 1 2 9 6 3 4 2にあえあえ。ありがとうございます。